私大森聖子ちゃん大好きなんですからのその移動車の中で流れてるので、すごいオタ活の一環みたいな、不況というか、ずっと帰り瑠璃色って歌詞だけすっごい残ってて、もう 4,50 歳じゃないわけじゃん。なかなか出ないっていうか、クソみたいな人生を感じる。大森さん後でやってください。先にやるんですか。なんでですか。レディーファーストじゃないですか。ないんですか。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとお互いの関係性がわからないんで、大森さんの気を張るべきじゃない。でも多分小学校の時ノースターっていうか、こうテレビ番組でこう、まあ、ドラマの主題歌でみんな歌ってたっていう感じですね。小6で。そしてメジャーデビューの時にこう新宿ロフトで黒嫁さんがライブやってるらしいみたいな感じで、ファンの人がみんな、私ロフトプラスワンでライブやってて、その時ロフトに黒嫁入れよみたいな、さん付け、ごめんなさい、黒嫁さん入れよみたいな感じで、やっぱ黒嫁さんと同じ土地で今ライブをしているみたいな感じで、ファンと一緒に爆上がりした思い出があります。ここ最近で言うと、はい、ライブをご覧になった最近はソロのライブを渋谷に見に行かせていただいて。なるほど、はい。その昔のテレビで見ていた印象とここ最近ソロで見た印象とはちょっと違うんじゃないかな。どうですか。でも一緒です。一緒ですか。はい、一緒です。こだわって隅々までこだわってらっしゃる方だなっていう印象。なるほど。じゃあライブを見たのは最近で言うとその渋谷のソロ。そうですね。はい。ところです。はい。今日は春さんの大森さんで。僕はその多分僕の方が多分知ってて、大森さんのことを。うちの西森さんってマネージャーがもう震えるぐらい大森さんのファンで、音楽の話をしてて。私大森聖子ちゃん大好きなんですからのその移動車の中で流れてるので、すごいオタ活の一環みたいな、不況というか不況活動、まあ、自分もそれを運転しながら一緒に運転してるので、はい、運転したら聞きたいし、おおってだんだん覚えてきちゃったんです。僕が、あ、これよく知ってるとか、あ、歌詞とか変わってんなとか、森さんグッチが好きなんですよとか、いろいろなんか詳しい、そうみたいな。でもそのうちもっと街録チャンネルとかそのネットとかで大森さんがお話ししてるやつとかは大体見てる。昨日もだから今日はあるからっていうんで街録チャンネル見直したりとか。ありがとうございます。知ってます。ありがとうございます。俺の方が知ってると思う。まあでもね、知ってるというだけで対バンっていうのはまあ成立しないわけですから、ね、そのアントレでやってる頃にたくさん本数やってる頃に、そうですよね、30本くらい、そうですね、60回とか、あ、すごい、でやってる頃にそれエレジーってアルバムだったんですけど、お呼びしたいっていうのがあって、何のその関係もなかったの、大森さんと。でちゃんと来ていただいて、その時初めてライブに伺った時にずっと帰り瑠璃色って歌詞だけすっごい残ってて、瑠璃色って絶対に入れようって発想がないし、松田聖子さんの歌詞でしか聞いたことないし、確かに確かに、瑠璃色かと思って、瑠璃色ってどんな色だろうってずっと思いながら帰ったのを覚えてます。瑠璃色っていう曲があったんですね。あるんですけど、でその後僕もライブ行きたいし、中野サンプラザ行って弾き語りでしたっけ、帰った時はね、かっこいいと思って、ヒゲちゃんが、うん、大森さんもやってるとライブ制作の、うん、いつか一緒に大森さんと料理さんやってるのを見たいっていうところもあったかもしれないですね、うん、そのサンプラザで一人で やってる中で、そのあ、これだから多分僕が好きな部分とファンの方がオタクの方が好きな部分は違うかもしれないけど、でもやっぱその僕が見るのは一人で歌ってて一人で立ってて佇まいとか所作ですね、だからに余裕の向こう側にもう余韻が
嫌ほどある感じが素敵だったかな。あんまり思わないです俺。そのくらいの時はおおって思いましたが、なかなかあれ出なくない、そのもう 4,50 歳じゃないわけじゃん。なかなか出ないっていうか。その感じって歌がこうストロークと歌の感じのリズムがこう才能あんなとか、そういうアカデミックじゃないところ、うん、アカデミックじゃない、まあ、アカデミックなことってみんなできるから最近の子は、うんうん、余韻とか余韻ないですね、どんどん若い世代、うん、ないと思う。組み立てがすごい、うん、結構アレンジャーの方とかもよくおっしゃるんですけど、ギターソロをなくしてくれとか、前奏はやめてくれとか、そうそう、そういうオファーが多いみたいで、小さい若い方のライブに行ってもこう、ま、映像が流れて映像の方がストーリーになってて、それの、ま、主題歌みたいな感じで曲が始まるとか、そういうライブの構成が多いのとか見て、確か余韻ないですね。でもだからそのもちろんサンプラの時にその、うんうん、あ結構前になっちゃうけど、基本的に歌ってる時はやっぱすごいいいんだよ、そのおなんとなく曲全部知ってるし、お、あライブだとこうやって歌うんだとか、あなんかこういうこの発音の時はこうやって大森さんが歌うよねとかっていうのをなんかそこまでしながらよく何やるか、いやあの母音とかその時とか、はい、なんかあ分かる分かるみたいな、うんうんうん、こうでもなんかその第6の時のレコーディングの様子を見たんだけど、そのルートをね、はいはいはい、あこんなにすぐ取れるんだと思ってびっくりした大森さんの感じ、俺絶対無理って思って、こういう番組100回ぐらい違う、あ、うん、もう一生数100回ぐらい違う、好きにならなかったら、限界来てソファーで寝ちゃうまでやってますね。その僕は母音が大事なんで、そうですよね、リズムにはまりやすい言葉って思うと響きがちょっと同じになってくるかもしれない。あと僕意外とその子音が嫌でツッツッとかツッっていうの、あそうなんだ、が歌詞にあんまり言いたくなくて、あそれはなるべく避けた、それこだわりだったんですね、確かに感じないかも。実際大森さん的に今現在ね、まあ、ツアーも行ってて、はい、まあ、ツアーでもバンド編成とか弾き語りもやられてると思うし、まあ、去年ねアルバムも出されてますけども、はい、そのまあ現在 の, そのライブにおいて本人としてこうなんですか意識してやっていることや、まあ、今言葉の話がありましたけど、まず直近の作品を含めてその言葉の選び方みたいなのってのはどんなことを実践気をつけてるというか意識なさってますか。そうですね、もともと弾き語りでライブ活動を始めたので、やっぱ弾き語りで普通にこういい曲を作って、まあ、5分ぐらいのバラードとか作って30分ぐらい聴いてもらおうと思うと、もうめちゃくちゃいい声とか、なんかもうめちゃめちゃ綺麗とか、なんかそうじゃないと持たないなと思って、なので言葉の組み合わせでこの言葉が隣り合ってるとおかしいっていうのをつなげるようにずっと工夫していくのから始めて、あとはライブの数でとにかくその場数を踏まなきゃっていうのが気持ちとしてあったんで、多分その数が 4,50 代かなっていうぐらいは やったから結構対バンしてこうお互い影響し合って、この人とだからこういう自分が出せたよねっていうのができるぞっていう対バンを誰としたいかなって思った時にあまり同世代になることがないんですので、こうライブ制作のヒエさんとかすごく考えてくださって、今日あるさんいいんじゃないとかね、いやできるんですかねみたいな感じで、僕らもそれあれやってくれるのかなっていう感じえそれちょっとやってくれるんですかね、いや不思議な対バンのような気がするんですけど、不思議不思議、大森さんもそのでもライブをね、渋谷のライブを見た時に、まあ、ある意味そのずっと変わらずこだわり続けているみたいなのを感じたんですよ。今もだから結構この、まあ、なんか美濁音っていうんですかがすごいセクシーじゃないですか、その感じをこう子音を自分で取り除いて作ってたんだっていうのは結構感動しました。でもね、まあでも清原さんでもね、その元々最初ここ最近変わってきた、そう変わってきた、周りにいる人がそうですよね、なんかきっかけあったんですか、こう周りにいる人が変わったとか。いやなんかなんでだろう、突然だんだん褒められ始めたんですよね、歌が。うん、自信なかったので、
なんか入学後だっけ、一昨年か出た時に違う部族からやってきましたって入信したんですよ。うん、それが結構気に入っていただいたようで、うん、あの時ジュン君か、キャンドルジュン君が見た後にすぐ不祥事出てくださいって言われて、嘘でしょと思って、砂漠で行われてるやつですよねって違う星の国今確かに今言ってるだけじゃないですまあ、それに 10% ぐらい頭の中になって、それ翌年話がええってなって、うん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 、ちなみに大森さんご自身はそのご自身の、まあ、歌どうなんですか、歌ってる時の気分って、うん、こう即興でセットリスト決めずに出ていくので弾き語りで、うん、ずっとこう今何が求められているかとか、今何を言えば刺さるとか、今これこういう気持ちだけどこれを伝えるにはどういう強度でいけばいいのかとか、そういうことしか考えてない。なんか強かったらダメな時とかもあるじゃないですか、とかずっと考えてるだけっていう感じです。あの間とかは考えてないですか、見てて、まあ、間というか曲、まあ、もうあの曲と曲の間じゃなくて一曲の中でなんかちょっと分かりやすく言うとスローダウンしたりとか、うん、あの間もほん取れれば取れるほどいいんですけど、それが自分のペースになったらただだるくなっちゃうので、 どこまでそうチキンレースみたいな気持ちで撮ってます。撮ればいいってもんでもなくて結構難しい、うん、泣いてるもんねファンの人ね、よく見てる、よく客席泣かシーンとされて、そうですね、泣かせるっていう職業だと思う。なるほど、うん、会場も大きくなればなるほど一人一人のお客さんのまた個性とかエネルギーってあるわけじゃないですか、はいはいはい、どこにこうアジャストして いくんですか、アジャストっていうか標的を定めていくんですか。うん、あんまりこうコアみたいにしないようにはしてますね。たくさんの人がいるところでも何を思って今日は来る人が多いのかとか、でもあんま多数決にもしたくないからこう、うん、あの人がいる、うん、あの人がいるっていうのを目視でやったりとか、うん、なるほど、なるべく生活を想像するようにしてますね。空間支配ですよね、見てると。僕もその違う種類で自信あるけど、うんうんうん、あのもうあの大森聖子になってますね、色、うん、まあ、もちろんワンマンだからそうなってるかもしれないけど、ならない人もいるんですよ、ワンマンでも、うんうん、まあいますね、うん、色にならない、なかなかならないって一瞬最後だけなったら一緒にいるから、うん、ワンマンでなんないとちょっとイベントとかでは絶対ならないので、うん、佇まいと、うんうんうん、余韻、まさに僕は余韻がムードだと思ってるんですけど、僕出る前はその余韻ってないじゃないですか。で出ていた瞬間すぐ余韻って出てくるから、うんうんうん、それが強い人ってやっぱりその色に変えられる。まあでも変な話ですけど、もうここ最近はそういう音楽自体が減ってるかもしれないかも。ね、こう無味無臭の音楽みたいなものが強くなってきてしまう。だからやっぱその空間を支配するっていうような感覚じゃないですよね。乱暴な言葉だけど強い人はいないよね。いない。ざっくり言うけど、うん、ざっくり強いとか。なんかこう立つだけで説得力みたいなことですよね。あのホールツアーで全然こう、まあ言い方ですけど埋まるというか成り立っている中で、結構ライブハウスの興行を大事にされてるのって、うん、昔から、はい、されてるじゃないですか。いや全然ホールの中でやってないし、でも、うん、会場はねもういろんなとこやったから、うん、どこだっていいんですよね。かっこいい。でもホールはあの最初はホールだったので、うん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 、ライブハウス絶プもなかったしね、その、うんうんうん、ホールしかなかった。だからもうホールを上げていくしかなかった、うんうんうん、まあ、渋っ子 NHK 武道館っていくしかなくて、うんうん、その折にじゃあライブハウスもやってみたりとか、うんうんうん、そういう戦略としてはあったと思うんですけど、うんうん、でもまあ救われてたのは僕らの同世代のバンドの似たようなジャンルの中で、あの男性ファンがやっぱ意識して増やしたかった時期があって、うん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 、男性ファンが多くて、うんうんうん、それビジュアル系のでレナシーが好き、クラメが好きっていうよりは、うんうんうん、ブランキーが好き、クラメが好きとかっていう若干そっちにもこう、うんうんうん、
指数的にこう言ってたんで、うん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 、だからそれは今の活動にもまあ助かってるのかなって気がしますけどね。しかしこの空間を支配するってさっき言葉ありましたけど、その二人がね対話をするとこれは本当にどういう風な空間、反応した同士が交わったら不安ですよね。反応した同士ですよね、うん、世代も違うし、うん、親子ぐらいになっちゃうんじゃないかな。でも結構おじさんたちもおっさんたちが、あ、はい、どういうおじさんがいますか。クソみたいな勉強感じ。それは言ってるよね、ガイドチャンネルでなんとかとか、そうですね、名物の人とか、そうですね、どう、もう音楽好きですかね、音楽好き。いや不安だわ、大森さんのファンのお宅の方に。優しい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 、そんなにこうね、うちのファンもめちゃくちゃ優しいですから。あ、本当ですか。めちゃくちゃ優しいです。なんか自分のものっていうのがある割にこう長い間自分だけのものっていう、のであって、なんかこう受け入れてもらえないことって自分を受け入れてもらえないことって多分ちょっとイコールになるから、なんか返したいぞっていう気持ちで来るんだと思うんですよね。でもいろんな人と対話されてるもんね、見てると。そうですね、そうですかね、してる方、本当西村情報によるといろんなして、でもしてない方ですよね。でも多分、でもさすがに大森さんの中でも清春さんとのこの対話は異色というか。そうですね、異色だ ね、はい、ね、清原さん的にこの曲を一緒にやってみたいと。まだも西村さんあるみたいで。あ、それはある。覚えてます。はい、あ、あるです。じゃあ西村さんセレクトのコラボゾーン。じゃあ曲はもしかしたら一緒の何かがあるかも。なんか難しそう、大森さんの歌。ね、逆に大森さんが清原さんの歌を歌ってみたい野望はないんですか。歌いたいです。歌いたいけど私めちゃめちゃ子音強く歌っちゃうんで、気をつけます。さっきのところまさに問題が被ってしまう。すっごい柔らかく歌い、頑張って。いや、まあ、でも6月ですからね、もう本ちゃんまであと1ヶ月近いですから。近い、近い。それはできたらね、コラボのグッズとかもみんな欲しかったりもするだろうし、ファンはいろいろ望むんじゃないですか。現場で言わないでよ。現場で買ったり、嘘ね、現場で買ったり。ファンの思いとしてはね、だってそんなにしょっちゅうある対バンじゃないだろうから。世代的には清原さんの存在は絶対知ってる。そうです、だからみんな絶対大切な思い出の一つや二つ絶対あるはず。いやいや、ないと思うんですよね。でも清原さんもありますよ。裏切ってまたあのみんな知ってる曲やらない問題じゃないですかね。いやいや、全然、それは全然全然、もう全然。もう IWGP でもいいですよ。優しい。なんかあのちょっと汚くなっちゃった、数少ない僕の場合は思い出に残ること決定ですね、もう、はい、この人生の。私もです。逆に玉木さんとか歌います。玉木浩二を、はい、やっぱ2人で一緒。なんで思うかも。あ、そういうお互いの曲じゃないというのがいいですよね。それもありです。まあ、ぼちぼち1時間20分ぐらい喋って、ちょっと改めて最後にこの意気込み的なやつ。意気込みって楽しみぐらいしかない。楽しみ、1時間ずつぐらい、1時間ずつ。大森さん後にやってください。え、先にやる。先にやるんですか。なんでですか。そこはもう、あのレディーファーストじゃないですから。ないんですか。最後誰が決めるんですか。いや、そうなんで、年数的に、そうなんで、年数的にやっぱこうなるじゃないですか、絶対。あ、だけどそれは関係ないですから。いや、でも酒飲んで、酒飲んで、いや、え、なんで先にやりたいんですか。なんか先の方が緊張したいなと思って。え、なんかすごい俺の方ね、西村その話全くしてないもんね、先も後も。
いやこれえ、マイマイちゃん的には先の方がいいんですか。マイマイジャッジじゃないですか。先生が先だじゃあもうしょうがないです。何ですか。ここで多分イメージ的に僕後の方が当たり前になっちゃいますね。まあね、あ、みんな驚かすっていう意味では、まあ、普通に考えたら大森さんがやって清原さんがやってっていう、うん、まあそのキャリア的なとこそれはもうしょうがないけど、でも初めてのこの2人の揃ったことはあっという間に僕はチケットがなくなると。だからこういう動画がとか写真とかがやっぱり大事だ、それいきなりやっても来ない、まあまあね、それはね、ひとまず先行清原さん、高校大森さんという次の、それはもう本当にいいのかな、記事になっちゃいます。2ヶ月やるとこのお互いこう2ヶ月30分30分30分あ、それでも半ステージを転換ばっかりみたいな、全然置きっぱなしにしていただいて大丈夫です。ね、そのファンの声とかがどういう風になっていくのがすごい楽しみというか、だって多分普通に検索しててもあんまり交わっていない、交わんないね、2人だと思うんで。まあ、交わっちゃいますから、ここで、うん、交わりたい、なんか面白いことが起こりたいですよね、ですね、はい、楽しみにしております、はい、はい、そもそも西堀さんが連絡したんだっけ、なんか、あ、そうですね、なんか DM を DM、はい、ぶつけながら、うん、すごいですね、通常心やるじゃないですか。内容もその車で毎日かけて絶対に清原さんは大森さんを好きになりますみたいな、あ、そう、宣言みたいな、その内容知らないから、明かされる DM の内容を見て、あ、この後好きになってくれるんだと、すごい好きにさせてる、すごい女性だ、しかも今本当に本当にこう、ね、すごい知ってる、知ってる感じでしたから、